いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ディアスティマ前に行きそうです。先手を取ったのはディアスティマ。その外からアンタンスルフレ、さらにはペオーロイヤル、黒の帽子ブローザホーム、その後ろ、その外にディープボンド、その隣にサボーナ、その外に湘南バシット、その後ろにシルバーソニック、内からはトリュームドール、並んで4番ジャンカズマ、ゴールデンスナップ、この馬もこのグループワークスピード、それに続いています。すぐ後ろに名勝ブレーゲ、並んで5番ユーキャンスマイル、しんがりからゼーゲン、白馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度3番ディアスティマ、依然として先頭、並んで7番アンタンスルフレ、 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。少し開いてレオーロイヤル、その外にゴールデンスナップ、ブローザホーム、そのうちに続いています。その外にディープボンド、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで10番サボーナ、並んで4番ジャンカズマ、その外にシルバーソニック、並んで15番湘南バシット、内からはワークスピード、内からはトリュームドール、これに続くのがユーキャンスマイル、並んで8番名勝ブレーゲ、最後方にゼーゲン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてディアスティマ、アンタンスルフレ、ほとんど差がありません。間を挟んでレオーロイヤル、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディアスティマ、並んでアンタンスルフレ、間が空いてレオーロイヤル、ゴールデンスナップ、その後ろ、内からはブローザホーム、ディープボンド、その後ろ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディアスティマ先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ、残り 200m。 さあ先頭は今度はブローザホーム、2番手はディープボンド、レオーロイヤル、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、アンタンスルフレ前に行きそうです。アンタンスルフレ先手を取りました。黒の帽子ディアスティマ、その後ろブローザホーム、すぐ後ろ並んで6番レオーロイヤル、その外からディープボンド、その隣にサボーナ、その外に湘南バシット、ゴールデンスナップ、そのうちに続いています。内からはジャンカズマ、その外にシルバーソニック、内からはワークスピード、内からはトリュームドール、並んで14番ゼーゲン、すぐ隣に名勝ブレーゲ、最後方にユーキャンスマイル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から3番ディアスティマ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続いてアンタンスルフレ、そして大きく離れてブローザホーム、この位置です。すぐ後ろにレオーロイヤル、並んで10番サフォーナ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その横にゴールデンスナップ、ディープボンド、この馬もこのグループ、その横にシルバーソニック、すぐ後ろに湘南バシット、内からはジャンカズマ、並んで14番ゼーゲン、その横にワークスピード、内からはトリュームドール、さらにはユーキャンスマイル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてディアスティマ、2番手はアンタンスルフレ、間を挟んでブローザホーム、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はディアスティマ、アンタンスルフレ、続いています。離れてブローザホーム、ゴールデンスナップ、その後ろ、その外からは湘南バシット、サボーナ、続いています。ワークスピード、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディアスティマ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。あと 200m、 サボーナ追い上げてきた、サボーナ抜けた、サボーナ先頭だ、サボーナ、サボーナ1着、2着は微妙です。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはゴールデンスナップ、綺麗なスタートを切りました。11番ゴールデンスナップ行きました。ゴールデンスナップ先手を取りました。並んで7番アンタンスルフレ、その横にディアスティマ、ブローザホーム、それに続きます。その隣にレオーロイヤル、
その外に湘南バシット、内からはサフォーナ、オレンジの帽子ディープボンド、その後ろからはジャンカズマ、並んで1番ボリュームドール、ワールドスピード、この馬もこのグループ、すぐ隣にシルバーソニック、名勝ブレーゲ、すぐ後ろ、さらにはゼーゲン、ユーキャンスマイル、そのうちに続いています。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番ディアスティマ、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがゴールデンスナップ、少し開いてディープボンド、すぐ後ろにアンタンスルフレ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その後ろに帝王ロイヤル、その外からサフォーナ、並んで15番湘南バシット、内からはトリュームドール、その外にシルバーソニック、並んで9番ワープスピード、内からはジャンカズマ、並んで8番名勝ブレーゲ、その横にブローゼホーム、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はディアスティバ、2番手はゴールデンスナップ、間を挟んでアンタンスルフレ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はディアスティバ、ゴールデンスナップ続いています。離れてアンタンスルフレ、その外からは湘南バシット、その隣からはディープボンド、ボリュームドール、その後ろジャンカズマ、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディアスティマ先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。あと 200m、 ディアスティマアドバンテージをキープ、後ろはどうか、ディープボンド迫る、ディープボンドわずか